願いします。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何ですかね、これね。いや、何にも聞いてないですね。何も聞いてないですけどね。僕は前園さんが来るって聞いたんですけど、前園さんいない。いないですね。我々だけでやるっていう話になってて、はい、で、なんかモニターがここにあって、はいはいはい、なんかどうもですね、もう一人来てるということで、誰だ。うち、あー、映りましたね。達也だ、達也。達也、達也元気ですか。元気です、お久しぶりです。久しぶりだね。久しぶり。今どこなのかな。今、新潟の自宅です。あら、自宅。あの椅子はどうですか。椅子もなんか俺できるぜみたいな。あー、ちょっと嫌ですね。できる人みたいな。そうですね。裏にいる時はそうじゃなかったんですけどね。なかったですね、全然。新潟行くとちょっと変わっちゃうんですよ。ありますね、やっぱり。今日はちょっとリモートということで、ちょっとこっち来れなかったですか。はい、すみません、あの富山線がちょっと延期になって、あこのスケジュールの変更で少し行くことが難しかったんで、今回はリモートでお願いします。うん、今はトップの、新潟のトップに関わってるの。はい、トップのアシスタントコーチをやらせていただきます。ああ、達也が現場でコーチ、はい、岡野ちゃんは GM ですか。トットリとチーム GM まあ飲み担当、はい、私は全く現場に関わらない。ただ街をフラフラする。ここに来るのも道間違えちゃいました。僕は57。岡田ちゃんは51になります。51。達也いくつになるの。41になります。41これからだね。これからですね。やりたいことはたくさんあるだろうね。本当です。今回の企画なんですが、浦和レッズ同窓会です。同窓会。はい。まあ、レッツの OB である皆さんに、うん、まあ、現役時代のことを思い出しながら昔話に花を咲かせていただきたいなと。なるほど。そういった企画になっております。同窓会ってことです。同窓会、同志妖怪じゃないんですね。違います。ね、よかったよかった。もうね、57ぐらいならそういうこと言っちゃうんです。もう我慢できないんですよ。危険なテーマばかりですね。岡野ちゃんの前になぜか暴露と私生活があるんですね。これね、本当ですよ。ね、まずいです ね。ちょっと達也のとか聞きたいな。うん、俺やっぱり年齢的にかなり離れてるから。ね、僕18で、福さんが引退される前の年か。そうですね。前の前の年ぐらい。前の年か。はい。ぐらいだもんね。はい、だからあんまりこう一緒にやってないからさ、達也のことわかんないけど聞きたいよね。はい。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。誰から選んでいきましょうか。岡野ちゃんから行こうか。うん、ね、なんすかね。岡野ちゃんね、感謝とか気持ち悪いですね。俺年になってね。そうですよ ね。僕 NG ないんで基本的に、はい、まあちょっと最初なんで、うん、まあ長くなりそうなんで、長くなりそうだね。まずちょっと固く監督で、あ、お互い被ってる監督さんいるからね、はい、これ監督はいいかもしれないね、はいはい、監督ね、はい、これね、はい、じゃあ岡野ちゃん監督ということで、はい、この監督のテーマですね、監督との思い出に残るエピソードはと。監督との思い出に残るエピソード、いっぱいありますけどね、そんなこと言われると。うん、岡野ちゃん最初入ってきた時誰だったっけ。横山さん。横山さん、はい、その後、オジェックさん。そうだね。で、オジェックさんになって、まあ結構やっぱすごい厳しいというか、まあ浦和レッズがすごい最初弱くて、オジェックさんが来てすごいこう優勝争いするようになってきた時に、うん、非常にやっぱり若い選手がいい車乗ってたりすると、調子こくなと。まだお前らには早いっていう感じで、うん、結構こうすごい厳しい方 で、うん、でその中で僕は結構寝坊が多くてですね。そうだね。寝坊多かったね。寝坊めっちゃ多かったですよね。ドジェックがシャイさんやって怒ってた。そうだね。決まった時間には来ないもんね。はい、そうするとやっぱレギュラーからちょっと外れるわけですよね。そうだね。で僕がたまたま3試合ぐらい外れされたんですよ、うん、で3連敗したんですよ、うん、でその後に国立競技場で、うん、ベルディとやって僕は点入れて勝ったんですよ久々に、うんうん、で僕点取った瞬間にオジェックさんのとこ走ってって「見たかこの野郎!」って言ったんですよ、うん、そしたらそっからあいつは何て言ったって言ったら、また山口さんが通訳するじゃないですか、うん、通訳ね、山口さんね、全部通訳するんですよ、しなきゃいいのに。コジェックって言われてましたよね。はい、コジェックって言われてましたよ。そしたらあいつはこんなこと言ってますって言ったら、また外されたっていう。そんなことあったっけ。ありました、ありました。え、それ言ったら、はい、
コジェックのせいじゃん。コジェックのせいでもないでしょ。僕こういうまた余計なことやったんですよ。いやでもさ、濁しとけばいいじゃん。そうですね。のあと1試合だけ外されたんですけど、うん、まあまあそういうぐらいやっぱ厳しくて、だから僕は逆に一番育ったのがオジェックさんだったかなって感じします。あの2年目にこれ、1年目はもちろん横山さんが僕試合使ってもらって、うん、そこはすごいありがたかったですけど、2年目のやっぱりオジェックさんのそのなんか厳しいというか、うん、プロの世界こうなんだっていうのを教えてもらったっていう、はい、感じでしたね。でも岡野ちゃんに対してのさ、なんか扱い方って言ったら失礼だけどさ、はい、なんか理解してたんじゃない？そうやってなんかこう外したりすると岡野ちゃんこう一生懸命やったりするじゃん。はいはいはい。だからそうやってそういうものをこう駆り立てるようなさ、はい、そういう部分もね多々あったような気がするけどね。でもなんか後から聞いたら結構みんなの性格をちゃんと調べて、例えば山田の上下だったら怒っちゃダメとか、うん、そうね、ふてくされちゃう。そこもいっちゃうからね。で僕の場合は怒らせると何か活躍する。そうだね。やっぱりいろいろちゃんとそういうのも理解してやってたって後から聞きました。怒らせるそのエネルギーをこうプラスに使えるタイプでね、はい、シュンとはしないもんね、はい、でも本当に時間通りに来なかったね。達也はさあもうかなり経ってからだからあまり分かんないと思うけど、はい、最初の頃本当に時間通りに来なかったね。そうですね。あれね、ああ時計がおかしいですよね、あれ時計がおかしいんだ。時計がおかしいです。まあ、野人タイムですから。野人タイムじゃあ時計2つつけとけばよかったね。あのね、だって練習終わった頃に来ること結構あったもんね。ありましたね。僕だって一番最初の代表に選ばれた時、一番最初のキャンプの朝のミーティング、僕まあ遅刻したんですよ。そうだったっけ。寝坊した。鴨さん、はい、すいませんって入ってたらラモスさんが後ろでこうやって腕組みながら、お前大物だなっつって、すいませんって言う。そうだよね、はい、年末にやったやつ、はい、あの鹿児島かなんかでやったやつ、あれ一発目に寝坊です。さすがだよね。さすが。まあある意味狙ってないですから。ある意味ラモスさんが言うのも分かるよ。でもそれをさちゃんとさピッチの中でさ結果残してさ覆してきているわけじゃない。いやいや、で今があるわけじゃない。それはすごいな。皆さんには迷惑かかってるってね。いやいや、まあまあそうね、はい、それはね、はい、達也はどうなの監督、一番最初は誰だったの。僕最初はチッタさんです。チッタさん、ピッタさん、オフトさん。オフトさん、ああなるほど、はい、僕はやっぱりオフトさんですかね。合宿行った時に鹿児島の、うん、でフォワードだけ多分福さんも多分、まあ、いました、ね、絶対、うん、で永井さんとかいて、なんか終わるだけでトレーニングやってたんですよ、うん、で、僕みんなと同じことやってて同じプレーをやってるんですけど、一回ずつ止められて、達也違うみたいなをずっと1年間ぐらい言われて、うん、僕いつも寮のお風呂場で泣いてました。そして、はい、そんな泣くようなやつじゃないよね。いやいや、本当なんです。で、井原さんの寮いたじゃないですか。いたいた。達也そんなの気にするなみたいなのをいつも励ましてもらってました。まあ、そんな思い出があります。ああ、井原がいいやつだっていう話かね。なんか嫌な話だね。なんか俺にしてみるとね。井原は嫌なやつだっていう話だったらいいけど、いいやつで終わるのって嫌だな。いい話だけど。でもやっぱり、オフトさんとの出会い大きかったんじゃないの。はい、いやもう本当に間違いないです。なんか、チッタさんの時は、もうドリブルだけしてればいいっていうスタイルだったんですけど、うん、でもオフトさんやって、なんで達也ドリブルするんだっていうところ、なんか確信のところを突かれて、得点するためだろうみたいな、まあ、そのためにどういう準備するんだっていうのを本当よりサッカー選手として育ててもらいました。うん、そうだね。最初入ってきた時ドリブルしかしなくてさ、で左足も全然蹴れない、はい、その中でもう必ず左サイドでボール受けると中に行って右足でのシュート、はい、それしかなかったね、はい。だけどやっぱ点取るためにはいろんな選択肢を増やさなきゃいけないから、周りを見なきゃ実はいけないんだよな。なんかそんなことがなんかオフトと2年間ぐらいやるようになってからね、達也がそういうことなんか身につけてきて、左にも行ってクロス上げられるようになったからね。俺福さんにめちゃめちゃ怒られました。まあな、俺が言ってもしょうがなかったんだけどさ、でも多分その言ったことっていうのはオフトがずっとやりながら今は多分分かってる、分かると思うんだよね。もう格段に達也良くなったもんね。あの僕初ゴールベルディー戦だったんですよ、うん、残り10分ぐらいに出て、で福さんと一緒に出てたんですよ、うん、で後から映像を見たら福さんが横にいる時にドリブルして外して、次自分が行けばいいのに次福さんにパスして、うん、パスミスみたいな、うん、そんな流れがなって、今見ると本当恥ずかしいなって思います。
いやでも本当に全然頭が上がらなくて下しか見てなかったからさ、やっぱそういうことあったと思うけど、やっぱりねプレイヤーとして幅広がったんだなって思うしね。オフトさんにこう一番最初のサッカーの指導してもらって、そこから議論になってからなんか自分らしさをもっと出していってみたいな形になったのかな、まあ、チーム自身もチーム自体も若くなってきてこの辺から、まあ、そこから自分もいい流れに乗れたかなと思いました、選手として。福田さんはどうなんですか、ね、監督。監督、はい、一番最初は森さん、はい、森さん、ジェルで、森さん、横山さん、はいはい、で、オジェックさん、はい、やっぱり俺も岡野ちゃんと一緒で、やっぱり全然勝てない2年間があって、はい、してオジェックさんになって、そこでチームも良くなり、はい、で俺にしてみると得点王になったし、はい、オジェックさんとの出会いっていうのはやっぱりすごく大きいかなと思ってるね。であと代表ではオフトと一緒にやってた、で最後の2002年最後の時もオフトだったんだけどさ、まあね、その2人からはやっぱりかなり影響を受けたかなって感じがするね。オジェックさんに関して言うと、一番最初にオジェックさんに会ったの、岡野ちゃん覚えてるかな、あのサウジアラビアだったの知ってる？はい、わかります。サウジアラビアだったんだよね、はい、インターコンチネンタルカップって言ってね、はいはいはい、さっきの話じゃないけど、その代表でね、その いわゆるコンフェデレーションズカップでね、はい、前身の、はいはい、そのインターコンチネンタルカップで行ってたらね、はいはい、これ来年の監督って言ってね、わざわざ我々に会いに来てくれたんだよね、はいはい、そこで一番最初に会ってね、その時は俺はちょっと好印象だったなって思ったんだけど、その後遅れて確か指宿かなんかのキャンプに合流したんでね、その時はすげえ嫌なやつだなっていう印象があってさなんか朝からすげえ走るしさ、なんか言ってることもなんだかわかんないしさ、なんか厳しいし、俺一番最初に俺その時キャプテンだったんだけど、呼ばれてさ監督室かなんかにさ、お前はここのチームで何がしたいんだって言われて、でいや勝ちたいと、で勝つために点を取りたいんだって言ったら、いやそれはお前のその気持ちは俺と一緒だと、我々と一緒だと、だからそういう風になるように一緒にやっていこうと、ただ君のやってることはそれとは全く違うことだって言われたのよ、君は一人でサッカーやってるって言われたんだよね、もっと周りの選手を信じなさいって言ったら、もっと味方の選手を信じて、君のやれる仕事っていうのはそんなにたくさんないと、君はいろんなことを仕事やりすぎちゃってて自分の仕事をおろそかになってると、だから結局何もできてないだろうと、この2年間で何点取ったんだって言われたんだよ、カチーンと来てさ、本当のこと言われたからね、なんだこいつと思ってさ、でもそこからのスタートでさ、ちょっと嫌なやつだなと思いながら、まずは君には点を取ることをしっかりと要求すると、それをしっかりやってくれと、それができた後にキャプテンとしての仕事をしてくれと、だからそれが順番だと、それをしっかりやってくれって言われて、まあ、チームもそうだよね、岡野ちゃんの監督もね、岡野ちゃんの仕事、はい、ディフェンスはディフェンスの仕事、はい、チャラチャラしたプレーするとね、お前ブラジル人かってよくやってたけどね、はい、みんなね、そうやってやれることをしっかりやれと、役割を徹底したでしょ、はい、それによって俺もやっぱりそこで自分の力が出せて、チームもいい方向に行って、俺も個人としていい方向に行ったから、今でこそ当たり前のことだけど、その当時やっぱりかなり混乱してたじゃない、浦和ってさ、はい、そういう部分でそれを整理してくれた、はい、でそれを俺の中でも整理をつけさせてくれた大きな監督との出会いなんで、はい、オジェックさんとちょっと出会ってなかったらちょっとどうなってたか俺は分からなかったなと思うんで、でもすごいですね、それでやっぱ得点王になったね、だからそうなんだよね、だから俺はだから才能あったんだよ、だって言われてできないですから、そうなのよ、だから今なんか嫌な感じに映るかもしれないけど、才能あったのよ、ちょっと今の嫌な感じ、はい、嫌な感じじゃないです、嫌な感じ、多分みんなそうなのよ、はい、でもそうです、そう、才能っていうか、才能って言い方するとちょっといやらしいんだけど、持ってる力があるんだけど、それを最大限に引き出してくれた監督と、監督っていうのは出会いじゃない、そうです、要はそういう人と出会えたことで自分の力がこう出せた、はい、だから俺はすごく整理がついて、チームが整理ついたことでもそうだし、俺も整理ついたから、基本的にやっぱり点を取ること、はい、で岡野ちゃんがぐんと出てきてくれたから、そこでアシストもしてくれるようになったんで、最終的には得点は慣れたけどさ、まあそういう部分では本当にいいタイミングでいい出会い、そうですね、だって岡野ちゃん1年目いないと思うけどさ、1年目2年目なんかさ、年に2勝ぐらい、2、3勝しかしてないんだよ、はい、引き分けがないからね、その当時ね、はい、それでさ急にね、オジェクさんになってさ、上位って優勝争いまでするようなチームになったわけじゃない、はいはい、やっぱりその違いってメンバー変わんないでさ、はい、それをしたっていうのはね、そこ我々にしてみると大きい、分かりやすかった、分かりやすかったね、はい、大きい、はい、すごい分かりやすくて楽しかったです、岡野ちゃんだけど遅刻はあんまなくならなくなんなかったよね、あんまり変わんなかった、変わんなかったね、はい、そこはオジェクさんを僕にはなかなかできなかった、そこまで踏み込めなかったんですね
じゃあもうちょっと監督ということでね、みんないろいろこれまず1個目ですよ、1個目ですよテンポよくって言われたんですけど、もう全然テンポがないですよ、絶対終わんないですよ。だから3人だもんね。達也、そうしたらちょっと選んでくれないかな。はい、ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。じゃあ感謝とか言うのよ、お前。最強すごいね、最強ということで。現役時代かなわないと思った選手は、僕はもうエベルソンですね。あ、うんうん、取られた。そうですね。それこれ言うとみんなそうですよね。あれやばいよな。はい、プロに2年目に一緒にやったんで、あ、1年目の途中だよ。最初その時ツッといたじゃないですか。いたツッと見てたから、ツッともすごいなと思ってて、うん、だけどそのぐらいのレベルなのかなと思ったら、もう俺より余裕でも超えてきて、やっぱりその選手に、結局僕はけどエメリー選手としても引っ張ってもらったって今も思ってるんで、うん、いや強烈でしたよ、達也とエメルソンは。やっぱりいやなんでそんなにちっちゃいのにすごいんだっていう2人だったからね。早すぎなんですよね。早いし、上手いし、強いし。そうなんだよ。シュートテクニックすごいよな。すごいです。すごいです。ね、だから足元上手いけどさ、ゴールキーパーと1対1で余裕があるときはちゃんと駆け引きしてコース狙ったりするじゃん。はい。かと思うと距離があってさ、なんかそんなにシュートコースもないときはさ、もうパワーシュート打ってくるよな、バンバンで。はい。その判断ってすごいなと思ったんだけど、俺は。はい。今僕プロ生活20年でやらせてもらってて、やっぱりエメ以上の人は外国人合ってないです。そんな印象です。そうだよね、だって、はい、マンチェスターユナイテッドとなんか親善試合やった時もすごかったんでしょ、なんか。はい、とかインテルとかですかね。インテルスカウトされた時なんかね、はい、そうだよね、全チームにされてるんじゃないですか、はい、そうだよね。でもあの時出会った時若かったけど、本当は 2,3 歳年上だったんでしょ、エメルさん。みたいですね。ね、僕の一個上かな、ケイタ君とかと一緒だったと思うんですけど、ちょっと経ったら3歳ぐらい年上になっちゃったんだな。逆にすごいですけどね、あ、その上であのプレーができるのは。あ、まあまあまあ、そうだよな、はい、すごいよな。それこそエメあれですよ、すごくすごいですよ、僕より。いや、すごい。罰金はもしかしたら同じぐらい払ってるんじゃない。いや、エメの方がすごいと思う。すごいかな。そこも最強でしたね。だって飛行機乗り遅れたってブラジル帰ってこなかったでしょ。乗り遅れねえだろ。だってあれですよ、絶対ニブレンの日は必ず歯医者の予約が入ってるんですよ。あ、そうだ。で、表参道になぜか行ってるんですよ。渋滞で帰れないとか。一回来ないと、もう面白い、もう楽しみなんですよ、僕。なんで今日来ないのかな。理由がね、家の前の電柱が倒れたとか。あと外に見たことない動物がいて怖くて出れないとか。今岡野ちゃんが言ってるのは嘘じゃないんだよね。嘘じゃないです、本当なんだよね。もう本当にいつもギドがみんなに説明するんですよ、笑顔で。みんな笑ってました。笑ってた。でもさ、そこまでできたらすごいよね。いや、でもやっぱりさ、本当に結果出すじゃないですか、うん、ハットトリックしたり、うん、文句言えないですもん。そうだよね、はい、最初来た時はもうむちゃくちゃだったけどさ、はい、その後ね、少しずつ周り使えるようになってね、すごい選手になってったよね、うん。オフトはすごい厳しくしてましたよね。なんかそんなイメージあります。むちゃくちゃだったよ。だって俺キャンプの時も同部屋だからね、エメルソンと。だからすごく印象に残ってたのが、なんか俺は別に日本でサッカーしたいわけじゃないんだっつって、本当はブラジルでサッカーしたいんだって毎日のように電話してた、夜ブラジルに、うん、でブラジルはそんな恋しいのかなと思ったら、そうに言われてさ、いや、お金のために我慢して働いてんだって言われた時に、やっぱりその辺の覚悟っていうのはやっぱあるなって、ね、ブラジル人はその覚悟あるなっていう、ハングリーだなって思ったよ、はい、ちょっと自分が成長したいとか夢を追いかけたいとか、そんな生優しいことじゃやっぱりなかなかやっていけないんだなって俺は思ったから、はい、そういう部分は分かったの、すごく俺良かったかなと思うよね、はい。で、岡野ちゃんは最強、まあ、もちろんエメレなんかもう今出たんであれですけど、まあ一緒にやっぱやってたというか、まあそういう人がいてくれたというか、後ろに、うん、やっぱグーフバルトじゃないですかね。ああ、ギドね。僕敵になったことないじゃないですか。ああ、
でも1対1の練習とかやるじゃないですか、一回も抜けなかったです。あスピードでガーって抜いてるんですけど足が出てくるんですよ。これ敵にいたら嫌だなと思いましたね。何なのかね、あの間合いっていうか足速くないんだよね。速くないです。でもう抜けたと思うんですよ僕は。で結構食いついてくるじゃないですか、ガバーって。あだからポンって出してもう大回りすれば、あ抜けたと思ったら足が必ず出てきてシュート打てないんですよ。それだって一応そのマラドーナ抑えたからね。そうですよね、ワールドカップの決勝でね、マンツーマンでね。だからすごい面白い話、ナポリはナポリの彼かとマラドーナがいて全然止まんないんですよ、うん、もう本当に何もできなかった。でもアルゼンチンは周りが上手くないからマラドーナ一人だったら余裕だって言った時にかっけえなこの人何言ってんのだけどさ、それさ結果残してるから言えるよね、はい、ね結果残してなったら簡単だよって言ってもね、はい、何言ってんのってなっちゃうけどね、実際そうだもんね、はい、マンチェスターとやった時に向こう中心だったんですよ、うん、雷かなかったでしょ、はい、でその時にいっぱいサポーターも来てて、でもブフバレットぶち切れてなんでやらないんだってファーガーさん帰っちゃったんですよ、うん、そしたら怒ってファーガーさん帰ってきてお前わわわって怒ったら、じゃあ日本に行くから必ず行くんでみたいになって、あそれで日本に来たんです。あすごい力あるんだなと思いました。そうだね、ファーガソンには言えませんよファーガソンには言えないなまず言葉が分かんねえしな、まあ、まあ、そこもありますけどあすごいよな、はい、俺はギドはあんまり華やかなプレイヤーじゃないから、はい、なんでかな、周りの人たちの評価がちょっと低いような気がするんだな、はいはいはい、そう思わない、はい、もっともっと評価されていい選手なのに、ねね、実は評価は実は低いのかなって俺は思ってて、いやすごいよな、一緒にやるとな、はい、あんな足でかくてさ、よくインステップで蹴れるなと思うけどさ、綺麗に蹴るもんね、蹴り方でね、シュートがうまいですね、うまいよね、あんなでかい足でさ、ダフんじゃないかと思うんだけどさうまくこういうにして、で、こんなでかいもんね、足ねこんなだよ、抜けたと思ったらつま先当たるもんね、大体ね。達也は一緒にやってないな、監督と選手か、はい、ギドは監督ですね、あはい、ギドはそうだよな。ギドあの試合の前の日2タッチゲームやってたじゃないですか、うん、か監督としてね、監督がプレイヤーに入ってね、監督として、はい、もうマジでしたこの時も。そうだよな、選手削られてましたもん。確かに確かに、スライディングで、うん、福田さんも聞いてみたいです最強。俺はね、でもね、エメルソンなんだな。あはいはい、まあそうなってますよ、みんなそうなってたんですよ。俺 ね引退決めたのエメルソンだから。そうですね、なんか2002年でもうエメルソンと一緒にやって、あもうこれは俺もフォワードとして無理だなっていう、もう今までそういうことはないわけよ、はい、でもエメルソン見た瞬間にもうこれダメだなって俺は思ったな、うん、本当にそれは思ったかな。まあそれ以外で言うとディフェンダーと個体することがあってさ、やっぱり俺よりも一つ下だけど井原はやっぱり最強っていうか、なんかうん、そうですね、こうクレバーな選手だなって思いながら尊敬できる。大学、彼が大学1年で俺大学2年で初めて、その当時は B 代表っていうのがあったんだけどさ、オリンピック代表みたいな若手のね、それで南米遠征とか行ったんだけどさ、その時からもう有望視されてる中でさ、早く代表に入って代表の中でもやっぱりきっちりしてさ、キャプテンマーク巻くぐらいでさ、裏に来てもね、さっき達也が言ったけどさ、なんかこう若い選手のさ心を掴むようなさ、ムカつくタイプじゃんそういう意味で最強そっちの意味で最強です。俺とは正反対な感じがなんかすごい今な、年に何回か食事したりするんだけどさ、あいつはもうずっと現場なんだよさ、はい、あいつっていうか井原ね、はい、なんかすごいこう尊敬できる。やっぱり足もあんまり速くない、はい、体力はあるけどさ、すごい努力するしさ、すごいプロフェッショナルなことだしさ、あと若い選手に対してすごい模範的じゃん。俺とか岡野ちゃんはもう完全に模範的じゃないわけよ、若い選手にとってさ。いや、福田が模範的だ。いや、俺はもうむちゃくちゃなけよ。いや、俺は監督にすぐ噛みついたりするじゃん。あんな模範的じゃないから。岡野ちゃん遅刻する。達也もどっちかって噛みつく、監督に。いやいや、噛みつかないですね、僕は。井原はすごい模範的じゃない。はい、でそういう部分も含めて、ね、なんか、ああいう選手って俺は本当に監督としては頼もしいだろうなっていうふうに思う意味で、やっぱ井原かな。そうですね。ああ、まあでも、エメルソンだけどね。はい、本当に引退決めたのエメルソン、まあ、みんなエメルソンになっちゃいますよ。いや、はい、本当そうそうそう、はい、本当一番怖かった先輩はって書いてありますね。福さんと、なんだよ僕も福田さんですね俺なんだ